どうも、さとちんです。今回はセブンイレブンで売っていたエイトレンジャー2を開封していきます。全9種類でレアカードあり、カード1枚プラスシール1枚入り、定価189円が100円で売っていたので6枚買ってみました。エイトレンジャーということで関ジャニが出るんですかね。それではレアカードを狙って開けていきましょう。言うなれば錦戸さんか大倉さんが欲しい。1枚目デレッセステデン、あ、ナス。さすがに高いだけあってすごい高級感がありますね。必殺技紫の閃光キシリトールフラッシュ。そしてシールが8、エイトレンジャーの8。2パック目何が出るかな。はい、ブルー。動画になるかわからないけれども、3個目、はい。お、みんなが乗ってる。いや、イケメンですね。そしてシールが、ほい、おー、ブラックの8。4パック目、黒いパックは何でございます。おー、錦戸亮イエロー、イケメン。おー、かっこいい。おー、プラスチックじゃない、しかもこれ紙のカードですね。これプロフィール錦戸哲郎かっこイエロー。へー、5パック目、ザザン。あれ、かぶったかと思いきやかぶってない。うん、こっちがプラスチックで、エイトレンジャー2。黒いパックは紙でできてるんですかね。そしてシールが黒。ラスト6パック目。なんかかっこいいの出てください。はい、みんな。はい、裏はこんな感じ。8問。最後のシールは、おお、違う。最後だけ、エイトレンジャー2。今回出たのが、こちらと、こんな感じになってます。シールが8が5個に、最後は8レンジャー2。これが定価で189円はちょっと高いですね。それではセブンイレブンで言っていた8レンジャー2のトレーディングカード開封動画を終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。さようなら。